どうも72年式のおじさんでございます。現在私はですね、ここは東京外環自動車道を走っております。で、今どこに向かっているかと申しますと、関越自動車道の三好パーキングエリアに向かっているんですけれども、ちょっと待ってね、これ今ね、これぐるぐる道路なんでね、この東京外環自動車道から関越自動車道に行くときに、ここちょっとぐるぐるなんですよ。ループ連絡橋があってね、で、これ渋滞だな、これな、まあいいや。それで、そうなんです、三好パーキングエリアなんですけどもね、向かっているのが、で、そこで待ち合わせです。で、今回ですね、なんと、元ブロガーのホテルケベックさんとツーリングするということです。いやー、ちょっとね、緊張ですね。結構ね、ずっと私、リターンする間際ぐらいからね、見てたんですよね、そのホテルケベックさんの動画、チャンネルも登録してね。まあ、ちょっとね、連絡取らさせていただいて、ちょっとね、心よく、あ、じゃあ一緒に行こうって言ってくれたんでね、今回ツーリングでございます。いやー、本当にね、緊張ですよ。しかも、その YouTube やっている方とね、一緒に走るっていうの、なんせ初めてなんでね、ちょっと緊張。まあちょっとね、これと三好パーキングエリアまでちょっと今すぐね、合流したばっかりなんでね、これ動画飛ばそう、動画飛ばし、ゴー。いやー、まずい、これはまずいでございます。いやー、まずいぞこれ。本日大型連休ですから、とても混雑しております。これやべえな、これ間に合うかな、これ。まあちょっとこれしょうがねえな、これ渋滞撮影しててもしょうがないから、もう動画飛ばすか、これな。ゴー、こっちだ。やべ、よし、ここがなんだっけな、なんちゅうとこだっけ、忘れちった。関越自動車道の起点だな、これな。いやー、すげえ混んでるよこれ。よし、これ動画飛ばそう。ちょっと三好パーキングエリアまで動画飛ばし、ゴー。はい、動画飛ばしてまいりました。っていうか全然進まないでございます。いや、今ね、パトカーがね、パトカーというか、ワンボックスカーの事故処理車っていうのかな、ワンボックスカーのパトカーがね、スピーカーで、はい、この先事故です、この先事故ですって言って行ったんだよね、そっちの方。これ事故渋滞っぽいっす。これ間に合うかしら、これ。てかね、この車真っ赤なんですよ。これ、なんて言うんだろう、赤いの見てるとなんて言うんだろうな、こうカッカカッカ来ちゃうよね、これね。まあいいや、ちょっとね、このまましょうがないからトロトロ行くしかない。動画飛ばし GO。 これやばいな、これ着くか、これすごい渋滞だよ。
もうさっきからずっとこれだよ。もう俺これ疲れちゃうよ、こっち左手。やばいよ本当に。あれなんだ、お、ちょっと待てよ、出てきたんじゃない。あと4キロだ。三好サービスエリアかこれ。あと4キロですぞ。いやーこれえらいこっちゃだよ。あと4キロ、あと4キロっすか。もうあと4キロだよ。お、今度は何、何キロあと。あれあれ、三好あと3キロでございます。いやー、やっとここまで来た。これあれだな、これあのホテルケベックさんに会う前にこれ動画1本終わっちゃうんじゃないの。これどうする、これ。これあれだな、本当に動画でどうする、これ動画の立て付けどうするよ。これ大体ね、これまあその初めてね、 YouTuber 元ブロガーというのかな、合うんでね、これテンション上げていかなきゃいけませんよこれ。うん、ただちょっとね、渋滞でこれだいぶとちょっとテンションが落ちてしまってます。この視界、このね、前の車が真っ赤だから、これテンション上げるにはこれ最高のシチュエーションでございますとかっていう話をねしながら、ちょっとこう盛り上げていかないとこれやばいよ。ちょっとね、もうなんか到着前に飽きてくるという。どうするかね、これどうす、これはダメだ。いやー、三好来たよこれ。よーし、来たよ、来た。三好パーキングエリア、サービスエリア、どっちっていうか、これなんだよこれ、もしかしてこれ、この渋滞ってもしかして三好パーキングエリアに入る渋滞ですかこれ。これマジか、これこっからなんだよね。いやー、長かった長かった。この渋滞やばいっすね。長かったよ。なんとか待ち合わせ時間には間に合いそうだぞ。これね、問題はね、これ止められるかというね、オートバイ置き場に止められるか。オートバイ置き場がいっぱいだった場合はどうしようみたいなね。よいしょ、ゴーゴーゴー。さてと、ここね、この三好パーキングエリア下り2箇所ねあるんですよね。こうここにこうやって入ってきて、手前とあと間際、出る間際にねあるんですよーだ。いるかなよー。
なさそう。後ろにね、ケベックさん来た。おはようございます。あそこのバイク置き場、あっちにもあるんですよ。はい。だそっちが止められるかどうかは分かんないですけど。はい、回りました。あ、よろしくお願いします。お願いします。どうもホテルケベックでございます。はい、ケベックさん、ありがとうございます。じゃあ行きますか。行きましょうか。はい、そうですね、はい、めちゃくちゃ混んでますけど、今日はよろしくお願いします。デデデデデデデところでケベックさん、はい、今日はどっちに行くんですかね。そうですね、今日は、うん、せっかくの、コラボ、初コラボとなるので、軽井沢薄い峠に参ろうと思います。いや、いいっすね。そうっすね、行ったことないんですよ、実は。あ、僕もないっす。あ、そうですか。はい、あ、よかったよかった。なんでね、もうかなりアドリブに近い感じになると思うんで、はい、あ、本日はよろしくお願いします。お願いします。これあれかよろしくお願いしますで止まっちゃいましたね。プーってなんかさっそうと行きたかったんですけど。そうですちょっと日にち間違えましたね、すいませんね。いやでも ここしかないでしょう。まあなかったんですよね。そう、ピーカン、ドーピーカン。よしよし、もうちょっとですよ。お、流れてきましたね。はい、あー、もうあれ、案外三好出ちゃえば、あー、いいね、ちょっとは流れてくかな。はい、あれ、私前でいいのかな。あ、いいでしょ。あの、もし不都合あったら言ってください。いや、ないですけど。僕は全然大丈夫です。じゃあここで、はい、よし、来ましたよ、ケベックさん。オッケーです。はい、やっと出れましたね。やっと出れた。